はい、こんにちは。今日は12月の10日土曜日でございます。時刻が今11時30分。ちょうどお昼にね、差し掛かった頃の時間なんですけども、今日もですね、ドライブ動画撮影していきたいと思います。で、今ですね、厚別区のもみじ台通りというところを走っております。住所表記は厚別東になります。ここを右折しますと、原子林通りで新札幌の方に行く感じになります。今日はね、これまっすぐ進んでいきたいと思います。今日は気温がプラスの2度なんで、そこまで寒さは感じないのかなという感じでございます。路面の方もアスファルトが出ておりまして、日陰の部分は凍結しているところとかあるんですけど、おおむね幹線道路に関しては、まあ、アスファルトがね、出てるような感じになると思います。ただまあ、来週からまた天気が悪くなる予報が出ておりますので、まあ、本格的な雪というかね、寝雪になっていくんじゃないのかなとは思うんですけども。まあ、厚別区は雪は少ないですよね、こう見るとね。このね、もみじ台通りをね、まっすぐ進んでいきたいと思います。ちょうどもみじ台の外周をですね、こう回るような感じの道路になっておりまして、左側がですね、結構前に動画で出したんですけど、テクノパークですね。テクノパークがね、あるところになります。で、右側がもみじ台の住宅地になります。この辺りは市営住宅じゃなくて、まあ、一戸建ての家がね、ある地区になります。で、この信号左に曲がりますと、テクノパークの方に入ってきます。で、右側には24時間営業のセイコーマートがございます。まあ、路面は乾燥してますね、アスファルトが出ていて。で、この左側の森みたくなっているところはですね、森林公園ですね。のっぽろ森林公園の今一部というか、そういう形になると思います。それでは、この交差点ですね、ここを左に入ってきます。この道路はですね、立命館恵尚高校という学校があるんですが、まあ、そこに行く際に通るルートになります。まあ、あと通勤時間帯とかですと、結構ですね、ここを抜け道として利用される方が多いので、朝とか夕方になると結構交通量がね、多い道になります。で、右側には牧場ありますね。小林牧場というんですけど、昔は厚別区の上野幌の方にあった牧場になります。で、現在はこの位置なんですけど、ここは住所的には江別市になります。
江別市の西のっぽろというところなんで、まあ、江別市と北広島市と札幌市がこう交わるようなね、境界線のところになります。で、たまにこの辺りはあのエゾシカが出没する地域でございます。たまに乗用車と鹿が衝突しているのとかね、ここで見かけたりしますので、まあ鹿がこの森林公園の中にね生息してますんで、たまに出てきますよね。で、右前方に見えるのが立命館継承高校と言われている学校でございます。まあ一般的には進学校になると思います。まあもともとあの札幌にあった経済高校ですね、まああれがここにこう移転してきて、で、学校の運営母体が多分変わって、今は立命館継承高校という名前になっていると思います。ちょうどこの右手のところが学校の入り口になります。真冬になると結構路面がここはねあんまりよろしくないんで、真冬に通るのはねちょっとあまりおすすめしないですね。まあ今まだ雪が少ないんでね走りやすいですけども、道路幅員がね 2.2 メートルと今書いてたんで、ただ大型車とかもね普通に通りますのでね、ここ左側にはね運送屋さんもありますんで、まあ道幅はね決して広くはないですね。ではこの T 字路をですね右折していきます。で、ここは北広島市になります。北広島市の西の里になると思うんですけど、まあ、戸戸山とかってね言われてますよね。まあ、戸戸山というぐらいなんで、多分山として表記されているところはあると思うんですけど、で、次の信号が、国道の274号線の交差点になります。で、この先、今、道路のね、工事やってると思うんですけど、これあの、ボールパークの関係で、ここの交差点を今ね、工事やってます。もともとここ結構、急勾配の坂道、下り坂だったんですけど、まあ、それを解消して、こう、なだらかなね、坂道に今、なってると思います。なので、ちょっとまっすぐ行ってみようと思います。ボールパークにアクセスするための、まあ、道路をね、作ってるような感じになると思います。国道を横断して、前はここがすごい下りの坂道だったんですけど、今なだらかな、ね、道になってますよね。で、歩道も作られてるんで、まあボールパークができて試合が始まった後のね、その
札幌の方に帰るルートとしてここが多分活用されてくると思いますので、それで今動力改良をねやってるという、ね、感じになると思います。ボールパークにアクセスする道路自体はまだ作られてないと思います。ちょうどね左手の方がボールパークの場所になりますんで、ここがあれなんだ、なんかこの円形の交差点になるんですね、これ。おそらくここを左に行けるようになるんで、それができたらこのボールパークにアクセスするね、道路ができるのかなという感じかと思います。まだね、これ今作ってる最中なんですけど、これ左に多分行けるようになると思うんです、そのうちね。ああ、ここはちょっと初めて撮りましたね。こういう感じになるんですね。まあ、急ピッチでこのボールパークの付近のね、アクセスする道路というのを今作ってますんで、まあ来年の3月ぐらいにはね、もうできてると思いますので、またできた時にでもね、通りに行きたいと思います。で、今ここが舗装まだ途中までしかやってないんで、ちょっとね、ガタガタしてますね、道路の方が。もともと畑が多分いっぱいあったと思うんでね、まあ、この辺は多分昔から変わんないような感じなのかなと思います。まあ円形交差点ってね札幌にはないと思うんで、まあ小樽にはありますよね。なのでまあ札幌から近い円形交差点でこの北広島のところが一番近くなるのかなと思います。で、この先、大曲通りに出るんで、ちょっとね、大曲通りを入って、で、ボールパークの周りをですね、回ってみようと思います。大曲通りですね。真正面に見える建物は、クラッセホテルというゴルフ場が併設しているホテルになります。確か日帰り入浴の
温泉とかね、あったと思います。昔はあの北広島プリンスゴルフ場だったかな。今は札幌北広島ゴルフクラブとかなんかそんな名前だったと思うんですけど、まあ運営母体が変わってゴルフ場の名称とかってね結構変わりますので、で雪は札幌よりも少ない感じですね。まあもともと札幌よりもね、北広島の方が雪、積雪量はね、少ないと思いますので。この辺りですと、あと道東大がありますね。もうちょっと行くと道東大が見えてくると思います。星槎道東大学というね名称になってます。まあ、緩やかな下りでずっとね進んでいく感じで、北広島の市街地の方にね向かっていく感じになってます。でちょうどここが道東大学ですね。道東大を過ぎると、北広島市街地の方に入っていく感じになります。ダイナムがね、ありますね、パチンコ店の。ここのダイナムは、北海道のダイナムの中でも割と新しい方になると思います。まあ、あとガソリンスタンドとかね、マックスバリューあったりとか。あとは、前に閉店したひまわりがね、まだそのままになっております。
あと北広島といえばパーラーめぐみのとパンドラというねパチンコ店があると思います。そしたらですね、ボールパークの方行くんで、これを左に曲がります。まあ交通アクセスは結構課題が残ると思うんですよね、ボールパークは。当面の間は、駅がね、北広島駅が JR は最寄りになるんで、ボールパークからやっぱり駅までね、歩くと結構ね、距離あると思うんですよ。あとは、駐車場で来た人たちのその帰る際の交通渋滞ですね。そのあたりは少し課題がまだ残るんじゃないかなと思うんですけども。で、ここの道路も拡幅工事今やってますので、まあおそらくボールパークが完成するまでには、この道路も出来上がると思います。右にある学校は、北広島高校ですね、公立高校になります。で、ボールパークがね、ボールパークというか、野球場が右側にあります。エスコンフィールドは結構大きいですよね、こう見るとね。まあ、ほぼ出来上がってるんで、あとはその周りの施設をですね、今急ピッチで作り上げてるね、形になると思います。おそらくこの左側のあたりに将来的にはね、駅が新設されると思うんでね、左側のところはね、空き地になってますよね、今。で、球場のすぐ隣にマンションが今ね、作られてますんで、まあそこはね、全部なんか売れたようなんでね。まあ、こんな感じでエスコンフィールドの一応周りをですね、こう回った形になります。
こがあの JR 千歳線のところですね、上が。で、右側には北広島の市役所がございます。これは去年か一昨年ぐらいに新しく建て替えましたよね、市役所の方は。で、ここがちょうど江別恵庭線の交差点のところになります。ちょうどこの右手のあたりがですね、北広島の JR の駅になります。まあそんな感じでですね、あの厚別区から北広島市までですね、のドライブ動画を今日は撮影していきました。